はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。どうぞ。ピアノで久保田メソッド主催の柴田直美です。よろしくお願いします。はい、お願いします。柴田直美先生、今この、本編の動画を、撮りましたけど、いかがでしたか？いやー、なんか、いつも通りという感じなんですけどすごいですね先生、もうスラ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 言葉が出てきて。どうなんでしょう、なんかもうずっとこんな仕事、結構3年目、3年経ったのかな、3年目なので、ずっとセミナーで人前で話してたり、今はズームで話してたりが多いので、いつも通りかなっていう感じです。いいのは目の前に知らない人いないので、家でやってるので全然リラックスですよ。ですね、全然緊張してませんでしたね先生ね。そうですねすごいわ楽しかったです。先生、今日ピアノせっかくありましたけど、ピアノ弾かなかったけど、よかったですか？ピアノ本当に出し惜しみしてます。まあ、そうですか、ね、また機会があったら聞かせてください。本当に、はい、そうですね、しっかりレッスン、自分もレッスンに通ったら、いつかね、いつかはないと思いますきっとそうです。まあ、今日いいお話聞いて、やっぱりこのね、ピアノで久保田メソッドですね、これやってるから、シニアの部分もありますが、やってる方っていうのは、まあ、結構脳がしっかりとね、発達していくし、年配の方にとってはもうそういう認知症防止になったりとか、いろんなエビデンスがあるね、素晴らしいメソッドですのでね、まあ、本編の方をぜひね見ていただけたらと思います。先生、まあ、喋り忘れたこととかないですか？大丈夫ですか？そうですね、本当に全国、今ね、全国に認定講師の方が大体400人弱いらっしゃって、会員さんが1000人を超えたんですね。本当はコロナがなければいつか1000人超えてたはずだというふうに会社の方からは聞いてます。それで、本当にもう賢いお子さん、賢いって何が賢いかっていうと、その勉強ができるとかそういうことじゃなくって、やっぱり問題が起きた時にその問題の本質を見抜いてきちんと解決できるとか、コミュニケーションが高い、能力が高いとか、でそういうことなんじゃないかなっていうことを思ってます。で、実際にその本当に賢い人っていうのは、一生を通じて健康で、幸福度が高いそうなんです。自分で感じることなんですけど、これは人が決めることじゃなくてね、そして豊かである。で、その豊かっていうのも、その、まあ、経済的にとか物理的にっていうことも含めてだとは思うんですけども、例えばその物理的に満たされてなくても、自分自身にこう、満足感がある人っていうのは、やはり幸せ感、幸せ度が高いということで、脳が育つ賢い人っていうのは、結局健康で長生きで幸福感も、幸福度も豊かさとか、そういうことも感じながら、一生を終えることができるっていうことで、その脳ができる黄金時期の2歳3歳にぜひぜひこのピアノで久保田メソッドを通して、賢い脳の土台を作って、そして豊かで幸せに暮らせることができる人が一人でも多くなったらいいんじゃないかなと思って、またそしてそういうことのね、お手伝いができたら、すごく自分自身も幸せだなっていうふうに思いますので、ぜひぜひ体験してみてください。はい、ありがとうございます。はい、いい、もうこれも社会貢献の一つですね。社会にいいものを普及させてね、ということですのでね、はい、本編の下に貼っておきますから、またそちらもね見ていただけたらと思います。はい、今日の先生ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、そろそろ失礼いたします。はい、さよなら。失礼します。さよなら。